こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、イングランドプレミアリーグのアーセナルの特集を行っていきたいなと思います。今回お話ししていく内容ですが、来シーズン2024-2025シーズンに向けたアーセナルの補強についてお話をしていきます。噂に上がっている選手や、私松が個人的に獲得してほしい選手などを発表させていただき、来シーズンのアーセナルについてお話をさせていただきますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速内容の方に入っていきたいなと思います。現在アーセナルの指揮官を務めておりますミケル・アルテタが就任したのが2019年の12月。1920シーズンは現在アストンビラの監督を務めておりますウナイ・エメリ体制でスタートし、シーズン途中に成績不振という形で解任され、暫定指揮官としてユングブリが就任することになりましたが、正式な指揮官として契約するという形ではなく、暫定監督として就任するという形となり、最終的には同年12月にミケル・アルテタをマンチェスターシティから引き抜くという形で就任させまして、着実にチームの成績を向上させ、大きなタイトルを目指せるチームまで仕上げてきました。就任当初1920シーズンのシーズン途中から翌年の2021シーズンに関しては成績も大きく低迷しておりましたので、ミケル・アルテタ体制で大丈夫なのかと疑問を投げかけられることもあったんですが、苦しんだのは最初の2年だけ。3年目は順位を上げて5位、そして2223シーズン、そして今年2324シーズンに関してはプレミアリーグ2位という順位を見事実力で勝ち取ることに成功しました。アーセン・ベンゲル体制で成し遂げた無敗優勝以降、プレミアリーグのタイトルを取ることができていない名門クラブでしたので、ここまでしっかりと順位を上げることができたのは間違いなくミケル・アルテタという監督の存在が大きかったと思いますし、彼に対して絶大な信頼をですね、与え続けたフロント陣も称賛されるべきところだと思います。成績においても2223シーズンは2位という順位を確保しながら、首位のマンチェスターシティとは勝ち点差5ポイント差、そして今シーズン2324シーズンに関しては首位を獲得しましたマンチェスターシティとの勝ち点差は2ポイント差というところまで詰め寄ってきているということなので、内容やパフォーマンスに限らず成績においても着実にですね、一歩ずつマンチェスターシティに迫っているチームだと思います。特にここ 2,3 年の安定感はですね、抜群と呼べるチームだと思いますし、チャンピオンズリーグの舞台においても、バイエルンに、2,3,2,4 シーズンチャンピオンズリーグで敗れてしまいましたが、バイエルンサポーターの私が見てもですね、本当に強かったですし、恐ろしい対戦相手だなと思いました。以前までこうチャンピオンズリーグの舞台で戦っていた時はアーセン・ベンゲルという監督の下で戦っていたんですけど、理想を高くね持っていたチームではあったんですけど、理想に対して細かなディティール詰められてないチームだっていう認識があったので、怖さはあるんですけれども今のアーセナルほど怖さはなくって、まあ特別、自分たちで大きなミスをしなければある程度勝てるチームかなっていうふうに思ってたんですけど、近年のアーセナルに関してはそこがやはり改善されましたし、バイエルン相手にもですね、まあとてつもない強さを見せつけまして、バイエルンを下してベスト8、ベスト4の舞台へと勝ち進んでもですね、本当におかしくないぐらいのパワーを身につけてきました。それを肌で感じているクラブは、特にプレミアリーグをご覧になられているサポーターの方々は特に感じているところだと思います。しかし彼が就任し始めて今年で4年半を迎えます。今年の12月で5年目に入ります。5年目のシーズンを迎えるにあたって、やはり彼に対して期待していかなければならないのはプレミアリーグのタイトルに限らず主要タイトルを獲得するというところですよね。マンチェスターシティを脅かす存在として間違いなく現在アーセナルは存在しておりますけれども、彼の、まあ、師匠と呼ぶべき、ペップ・グアルディオラはですね、1年目プレミアリーグでは残念ながらタイトル獲得することはできませんでしたが、2年目にはしっかりとタイトルを獲得すること成功しておりますし、カップ戦においてもですね、幾度となく取ってきております。もちろんマンチェスターシティの財政状況とアーセナルの財政状況は違ったりもするので、全てが同じというわけではないので、それぞれの難しさがあったりとか、マンチェスターシティの利点があったりとか、アーセナルの利点があったりとかで、それぞれのチーム構築の違いがあってね、うまくいくいかないっていうところもあると思うんですけれども、やはりまあ彼の師匠的な立場の人物が本当に短い期間でもしっかりとチームを作り上げてタイトルを獲得しているわけですので、
まあ、師匠を超えていかなければ、まあ、タイトルを獲得することができない。特に来シーズンに関しては間違いなくペップがね、最後の年になるんじゃないかなと言われておりますので、マンチェスターシティはより一層、まあ、気合を入れて来シーズン挑んでくると思うんですよ。となればやはりアーセナルもそこを超えてですね、師匠を超えて、マンチェスターシティを下してプレミアリーグのタイトルを獲得する、そしてチャンピオンズリーグの舞台においても大躍進を遂げる、そしてそのタイトルすらも、獲得するっていうことを目指すのであれば、やはり今見えている課題を解決していくっていうことにフォーカスを当てて取り組んでいき、問題を解消していく必要があります。財政面的なところを言えば、ここ最近アーセナルはしっかりと収益を確保することができているので、その点ではプラスだとは思うんですけれども、これが限界ではないはずですし、もっともっとスポンサーを連れてくるっていうこともできるクラブだと思うので、そこに対してフロントがどういったアプローチを加えていってるのかだったりとか、ミケル・アルテタの采配に関しても攻守両面においてすごく整理されたフットボールを提供できるので、間違いなく世界トップクラスの指揮官であることに疑いはないんですけれども、ゲーム中の修正だったりとか起用選手の選び方だったりとか、その選手の欠点の部分を意識したサッカーを準備できてるかっていうところに関しては、やはりペップと比べるとちょっとロマンを追いかけている傾向が強いので、まあ、そこに対してどうフォーカスを当てていくか、本人がそこをどう考えているのかっていうところは、特にプレミアリーグのタイトルを狙っていく以上、夢やロマンを追いかけていくことは大事なんですけれども、夢やロマンで解決してはいけないところもあったりはするので、そういったところをどうフォーカスして問題を解消していくのかだったりとか、まあ、彼をサポートしていくには現状でも全く問題はないと思うんですけれども、やはりタイトルを獲得していく以上、まあ、スカッといわゆる層を厚くしていくっていうことも取り組んでいかなければなりません。現在のアーセナルは素晴らしい選手たちたくさん抱えているので、正直羨ましいなって思えるぐらいね、素晴らしい選手もたくさんいたりはするんですけれども、ベンチの層に関してはやはりマンチェスターシティだったりとか、まあ、その他のリーグ優勝を成し遂げているクラブに比べると少し薄い部分が、ポジションがあったりもしますので、まあ、そういったところにまたアプローチを加えていくっていう必要があると、それは間違いなくアーセナルのサポーターの方々も思っているところだと思いますし、アーセナルを応援されていないサポーターの方々もアーセナルが優勝を成し遂げていくためにはそこに対してフォーカスを当てていく必要があるんじゃないかと思われている方が多いと思うんですね。そこでやはり皆さんが一番気になるところ、そして一番目視で捉えやすいところで言えば人材の整理の部分ですよね。補強の部分だったりとか売却の部分、ここでどういった入れ替えがあるかによって来シーズンを想像することができるし、アーセナルがどういった選手を求めているのかっていうところも予測することができると。例えば 2122 シーズンに関しては23歳以下の選手をベースに補強してました。ウーデゴールだったりとか、ベンホワイトだったりとか富安選手だったりとかを補強しまして、チームを強くしておりましたし、2223シーズンに関しては経験値をしっかりと持っていたり、アーセナルが次のステージに進むにあたって求められる王者としての経験値というところで、まあ、ジンチェンコだったりジェズスだったりジョルジーニョだったりとかを連れてきまして、ブライトンで大活躍しておりましたトロサールなども連れてきてチームの強化に動きました。そして昨シーズン 2324 シーズンに関しては、お金をですね、まあ、たくさん投資するという形で、まあ、違いを生み出せるタレントっていうところをベースに人を獲得しました。デクラン・ライスにハバーツ、ダビド・ラヤと、そしてユリアン・ティンバーなど、各ポジションに、まあ、人気銘柄だったりそれぞれの環境で実績を残している能力の高い選手っていうところをですね、たくさんのお金を使って獲得しているということです。ですが最初にもご紹介しましたが、多くのお金を投資して人を獲得するということを昨シーズンは行いましたが、残念ながらプレミアリーグのタイトルを獲得することはできませんでした。となればやはり来シーズン 2425 シーズンにプレミアリーグのタイトル、そしてチャンピオンズリーグのタイトル、そして国内のカップ戦のタイトルを目指していくには、やはり選手層を厚くしていく、ポジション争いを熾烈にしていくというところが求められていくため、ワールドクラスの選手たちが今シーズンも、獲得という形で推し進められるのではないかなと思います。それを多くの方が望んでいると思うし、アーセナルの指揮官ミケル・アルテタも望んでいるところだと思うので、ここからは私松がラジオ収録している時点で噂に上がっている複数名の選手たちについてお話をさせていただき、来シーズンのスタメンスカットについてお話をしていきます。
では補強の話に入っていきたいんですけれども、先にお伝えしておく必要があることがあります。それはアーセナルが優先的に補強したいと考えているポジションについてです。私松がアーセナルのスカットを見た時に獲得するべきではないかなと思っているポジションは5つあります。センターバック、サイドバック、6番右ワイド、そしてセンターフォワードです。しかしセンターバックに関しては右サイドバック、そして左サイドバックに使っている人材がセンターバック系のキャラクターたちですので、彼らがセンターバックにコンバートされる可能性があるということを踏まえると、不必要にセンターバックを獲得する必要はないので、最低でも4枚は獲得したいのではないかなと思います。実際私が今回お話ししていく噂に上がっていく選手に関しても全員センターバック系のキャラクターの選手たちではないので、やはりアーセナルはそこを踏まえて優先的にそちらのポジションを取って、最終的に残りのお金が作れているような状況であれば、そのお金を使ってセンターバックにもアプローチを加えていくっていう方法を取っていくんじゃないかなと思います。あくまでこれは報道をベースに私が認識できたところになるので、皆さんそれぞれ意見が変わるとは思いますし、今後の話題によってはセンターバックやっぱり取りに行くっていうことになったりするかもしれないので、変わっていくことも十分考えられるんですけれども、まあそのあたりはですね、さすがに私も未来を読むっていうことはできないので、まあご了承いただければなと思います。では、そういったところを踏まえてですね、4つのポジション、サイドバック6番、そして右のワイド、センターフォワード、この各ポジションで噂に上がっている選手たちについてお話をしていきます。まずは右サイドバック、フェルディ・カディオグル、そしてチアゴ・サントス、以上2名になります。まずはフェルディ・カディオグル、現在トルゴのシュペルリグフェネルバフチェでプレーをしておりますトルコ代表の右サイドバックの選手です。技術的な能力、攻撃的なセンスに関しては欧州随一の能力を持っていると言っても過言ではないですし、クロスの精度なども非常に高精度なキックを送り込むことができます。ただし、まあ、ポジショナルプレーだったりとかポジショニングっていうところに関しては少し若干難があったりとか、守備の対応においても悪くない瞬間も時折見せてくれるんですけれども、まあ、それがですね安定して見せてくれるっていうわけではないので、簡単に振り切られてしまったりとか背後簡単に突かれたりとか、攻撃特化型の、まあ、サイドバックという印象がすごく強い選手ですので、まあ、彼をもしアーセナルが獲得するということになれば、まあ、可変式でウィングバック的な起用を試してみたりとか、あとはやはり攻撃的性能がすごく高い選手だと思うので、まあサカとローテーションしていくっていう形で、まあ、考えていくことができれば、まあ、彼の獲得は悪くはないのかなと思います。ただし、彼の本職と言われているサイドバックで使うっていうことに関しては少し難がありますし、プレミアリーグの環境になればそこを簡単に突かれてしまう可能性が高いので、高額な金額を要求されるような状況であれば手を引くっていうことも必要かなと思えるタレントだと思います。そしてチアゴ・サントス、現在リールでプレーしておりますブラジル人の右サイドバックの選手なんですけれども、彼もですね、まあフェルディ・カディオグルに比べると守備のところある程度ちゃんとやってくれたりはするんですけれども、彼もどちらかといえば攻撃特化型の、まあ、サイドバックの選手で、まあ推進力、まあ足元の技術力、そして右足のキック、まあこういったところをですね、随所に、まあ、見せつけまして、クオリティを発揮しまして、単独突破もある程度仕掛けられてっていうところで、チームの、まあ、チャンスメイクに、まあ、大きく貢献していくような、選手でございます。年齢的にも比較的若いですので、アーセナルが今後長期政権を築いていくにあたって、右サイドバックに現在抱えているタレントは、ベン・ホワイトだったり、ユリアン・ティンバーだったり、まあ富安選手もね、ここで使うことができますけれども、どちらかといえばセンターバック系のキャラクターが非常に多いので、ローテーション要員としてもいいですし、相手がもう格下である程度も構えてくるようなチームであればもうそういった選手を使うのもありだと思うし、やり方戦い方に応じてうまく起用法を変えていくことがアルテタの場合だとできるはずなので、チアゴ・サントスに関してもですね、獲得すること自体は悪くはないのではないかなと。金額的にもチアゴ・サントスの方が現状だと金額は安いはずなので、アーセナルとしても狙いやすいタレントなのではないかなと思います。ちなみに私松だったらこの2人のうちどちら狙いますかって問われるとチアゴ・サントスを取りに行きます。理由は、単純な金額の部分と、まあ、推進力ドリブルっていうところも、すごくレベルの高いものを持ってますし、
あとはアーセナルに在籍している選手、比較的ブラジル人が結構多いですよね。ジェズスもそうだし、マルティネッリもそうだし、ガブリエル・マガレアンスがいたりとか、まあ、そういった形で、まあ、自身の生活をサポートしていってくれるような先輩たちが周りにたくさんいるっていうこともあるので、まあ、チアゴ・サントスにとってはですね、まあ、馴染みやすい環境ですし、面倒も見てもらえるっていうところもあるので、なんだったら監督にね、何かこう聞きに行ったりとか質問飛ばすっていうことになったとしても、仲介役をね、まあ、担ってくれたりするっていうことも、まあ、どのクラブでもよくあったりすることなので、私生活の面と、そこへのサポートの面と、母国のことを考えたり、その同じ国籍のところを考えたり、まあ、個人の能力、年齢、金額っていうところを踏まえても、まあ、チアゴ・サントスの方が、獲得はいいんじゃないかなと思います。はい、では続きまして6番のポジションです。アンカーですね。現在はジョルジーニョとトーマス・パーティーが在籍しているんですけれども、イタリアの5番ジョルジーニョは残留するかなと思えるんですけれども、トーマスがですね、やはり怪我があったりとか、年俸も比較的高かったりとか、まあ売り時の選手だっていうところもあって、来シーズンいるかわからないと。私松がラジオ収録している時点でも残留の話以上にもう売却の話題をよく目にします。アルテタもクラブもそれについて否定的なコメントをしたりもしておりませんので、まあ、サウジ方面になるのか、もしくは別の欧州の環境にするのかっていうところはね、まだまだわからないところなんですけれども、彼が抜けた後の後継者として、まあ、ジョルジーニョも年齢重ねてますから、後継者として誰かを連れてくるんじゃないかと。でそこで噂に上がっているのが、ラレアル、レアルソシエダのマルティン・スピメンディ、現在スペイン代表でね戦っておりますけど、彼と、同じくユーロ2024の、ドイツ大会ポルトガル代表でプレーをしておりますジョアン・ネベス、そして少し飛ばしの可能性もあるんですけれども、ドイツ代表でプレーしておりますバイエルミュンヘンのヨシュア・キミヒ、以上3名が報道として噂に上がっておりました。まずはマルティン・スピメンディ、彼はバイエルンも、積極的に狙っていると言われていた人物なので、アーセナルとの競合かなと思われていたんですけれども、完全にバイエルンがですね、彼から手を引きまして、獲得するつもりがないという状況です。パブロビッチという選手が台頭してきたり、ジョアン・パリーニャをフラムから獲得しようとしたりなど、すでにね、同じポジションで違う選手の獲得に大きく動いているバイエルンなので、ほぼ完全に手を引いたと言って差し支えないと思います。となれば、やはり、早々から狙っていたアーセナルは彼を一本釣りという形でまとめることができそうだと。以前は、アストンビラに在籍しておりましたとも言うべきかなと思うんですけど、まあ、ドーグラス・ルイスを、まあ、狙いに行ったりなどしていたんですけれども、ユベントス行きがほぼ濃厚となっておりますし、ブルーノ・ギマラインスなども非常に高額で入荷するから離れないっていう報道が出ていたりするので、プレミアリーグの経験値はないんですけれども、まあ、スペイン代表で、プレーをしておりますし、ラレアルの超中心人物ですし、まあ、スペイン語を話すのでスペイン人なんでね、はい、なので、まあ、アルテタとのコミュニケーションに関しても大きな問題はなさそうだというところで彼を狙いに行きそうだと。ただし、まあ、金額が6000万ユーロとかね、7000万ユーロかかると言われている人物ですので、まあ、そこをね、アーサルがどう捉えるかっていうところは今後の市場の注目ポイントだと思います。そしてジョアン・ネベスでございます。まあ、アーセナルに限らず、まあ、その他多くのビッグクラブがね、狙っているポルトガル代表の19歳の、ボランチ、もしくはアンカーの、ポジションに担うことができる、選手でございます。彼はスピメンディとはちょっとね、タイプが違うかなと思うんですけど、スピメンディはどちらかといえばこう、間に立ちながらボール散らしていって、必要な時には上がっていくっていうタイプだと思うんですけど、そのバランス型でありながら、守備者としての強度も発揮できるみたいなタイプの選手なので、タイプ的にはね、完全に一緒とは言い切れないんですけれども、やはり優秀な選手であることに疑いはないですし、今後アルテタ体制でより長くチームを導いていってもらうと考えていたとしても、そこにしっかりとマッチできる選手だと思うので、アーセナルが全力で狙い始めるかもしれないと。ただし、先ほども少し触れましたが、金額がすごく高いです。平気で200億近い金額がかかると言われている人物ですので、その金額をアーセナルが払えるかと問われると払えなくはないんですけれども、他のポジションにもお金を使いたい状況なので、一人に190億近い金額を出すことはさすがなアーセナルとしても、行わないのかなと思います。そしてヨシュア・キミヒです。
現在バイエルンでプレーしておりまして、ユーロ本大会においてもドイツ代表でねプレーをしております6番で、今後のバイエルンのキャプテンをね、任せていきたいなと思っていた人物が、何やらバイエルンが、売却しようとしているみたいで、アーセナルを含めた多くのビッグクラブが彼を狙っていると。まあ、彼のプレースタイルに関してはご存知の方も多いかなと思うんですけれども、一応ご紹介させていただくと、ボランチで起用された時はキックの種類をうまく使いながらですね、左右に蹴り分けたり背後にボールを落としたりとかしながらビルドアップに大きく貢献して、守備の強度においてもフィジカルはそこまで強くはないんですけれども、しっかりと体を当て切って相手に簡単にボールコントロールさせない技術だったりとか、粘り強く相手についていくっていう能力も持っていたりとか、守備的ミッドフィルダーというわけではないんですけれども、まあ、ゲーム作りをしていくにあたっては多くの能力を持っている選手ですので、アーセナルからすると、まあ、喉から手が出るような、欲しい人物なのかなと思います。しかし彼の契約だったり対談に関しては、まあ、バイエルンと今後ユーロが行われている真っ最中で話し合いが行われていないので、そこが終わった後でコンパニー、そしてフロイントだったりエバールを絡めた、4人5人ぐらいで話し合った中で決まっていくところだと思うので、まあ、売却に本気でねバイエルンが乗り出した場合は、アーセナルが取りに行くっていうことは、素晴らしいと思いますし、正直ね僕が応援しているチームの、まあ、ライバルクラブと呼べるような環境に行ってしまうのはちょっと残念なところではあるんですけれども、まあ、アーセナルに行ったとしてもね大活躍はしてくれるでしょうから、獲得を進めるのは悪くないんじゃないかなと思います。はい。そして、続きまして右のワイドでございます。現在はイングランド代表で戦っているサカと、あとは若手のネルソンが在籍しているんですけれども、ネルソンがですね多分ほぼ間違いなく戦力外というか、トップチームの戦力として数えられていないというところだと思うので、サカにかかる負担っていうところを減らす意味を込めても、やはり右のワイドの選手を取りたいと。そこで噂に上がっているのがウルブスのペドロ・ネトとPSV でプレーしておりますベルギー代表のヨハン・バカヨコなんですね。まずはペドロ・ネトですけれども、まあ、金額が100億近くかかると言われている選手で、まあ、プレミアリーグの経験値も持ってますし、馬力、スピード、突破力、左足のキック、そして右足のキックもそうですけれども、まあ、トータル的にスピードを持ちながら、まあ、バランスの整っている選手で、まあ、サカとはね全然違うクオリティを提供できる選手ですので、アーセナルからしても変化がつけやすいですし、アーセナルとしてもできれば早急にまとめたい選手なのかなと。ただし彼に関してはプレミアリーグの他のビッグクラブなども狙っていると言われている選手ですので、契約をまとめるのは簡単ではないかなと。そして2人目のヨハン・バカヨコでございます。現在オランダ PSV でプレーしておりまして、ベルギー代表にも選出されております。まあ、フィジカルと馬力とスピード、そしてクイックネスを生かした突破力と共有力を武器にして得点とアシストを量産していくワイドの選手です。正直年齢的にも若いですし、サカとの併用っていうことができればアーセナルにとってはすごくね、最高の状況だとは思うんですけれども、やはりサカのね控えっていうところをまず受け入れていかなければならないですし、それをやはり、まあ、フロントが認めるのか、サカの代理人なども認めていくのかっていうところは少し怪しいところもあるので、まあ、現在ねユーロが行われていて正式な交渉とかもなかなか進めることってできないと思うんだけれども、まあ、陰ながらねどこかで動いていて、獲得に乗り出そうとしているっていうことはあると思いますし、金額に関しても折り合いをつけられるような金額なのではないかと言われておりますので、まあ、競合してくるクラブは間違いなくあるとは思いますけれども、サカの控えとしては十分ですし、ローテーション要員としても十分だし、まあ、サカがもし怪我したっていう状況になったとしても、まあ、バカ横であればですねポジショニングだったりとかも結構いいものを見せてくれてるんで、アーセナルのフットボールにもしっかりと馴染んでくれるんじゃないかと思います。はい。そして最後のポジションセンターフォワードでございます。現在はガブリエル・ゼズス、カイ・ハバーツ、エディ・エンケティア、以上3枚を抱えているアーセナルなんですけれども、エンケティアの去就はだいぶ不透明ですし、ガブリエル・ジェズスに関しても、まあ、市場機会を求めてアーセナルに行ったんですけれども、やはり定位置を確保することができないっていうシーズンを 2,3 年、過ごしているわけですので、まあ、ここ最近のセンターフォワード獲得の話題を見ていると市場機会がより限定的になりそうですし、控えに落とされるっていうことも今後たくさん出てくるのではないかなというところで、対談の噂が出ていたりすると。
そしてセンターフォワードを人材整理していく中で当初狙っていたのはライプツヒに在籍しているスロバキア代表のベンジャミン・シェスコでした。しかし彼がライプツヒと契約延長することを決意したため、センターフォワードを獲得する人材がいなくなってしまい、急遽、また別のセンターフォワードを探し始めていると。そこで噂に上がっているのがスポルティングの、ビクトル・ギケレシと、ジローナでプレーをしておりますドフビクなんですね。ギケレシに関しては以前ラジオでもお話しさせていただいているので、今回は割愛させていただきますけれども、ドフビクに関してはですね、足元の技術も、いいものを持ってますし、オフザボールは若干修正というかね、成長していく余地はあるんですけれども、元気が強かったりとか、ボックス付近でもしっかりと強さを提供してくれる選手なので、ハバーツとはね、ちょっと違うクオリティを見せて、得点を量産してくれる可能性があると。ちょっとね、投資枠に近い獲得という形にはなるんですけれども、アーセナルの意気込みを感じる補強ではないかなと思います。ちなみに、ギケレシュとドフビクであれば僕はギケレシュを取るべきだとは思ってるんですけれども、アーセナルに僕が一番求めたいタレントは理不尽に点を取れる能力を持っているストライカーを連れてくるべきだと僕は考えてるんで、お金を出し惜しみせずにナポリに在籍しているビクター・オシメヘンの獲得に乗り出してほしいなと私松の個人的な意見としては持っております。ということで、以上が私松がラジオ収録している時点で噂に上がっている選手たちということになります。このラジオが投稿されている頃にはまた新たな噂が出てきたりしているかもしれないんですけれども、そのラジオに関してはまたね、どこかでお話しさせていただこうと思っております。ですので今回は、噂に上がっている選手たち、先ほど紹介した選手たちの中からでもいいですし、皆さんだったらこの選手欲しいなっていうところもですね、YouTube のコメント欄などで教えていただけたらなと思います。では、そういったね、補強の話題を、また踏まえまして、最後にですね、私松がアーセナルのサポーターだったらどういった選手を獲得してほしいのかっていうところをですね、ご紹介させていただいて、スカッドを形成させていただいて、今回のラジオ終了していきたいなと思います。まずはゴールキーパーなんですけれども、ラヤを主軸として残す、もしくはラムズデールを主軸として残す、ここは好みになるんで、どちらかね、好きな方を皆さんも選んでもらえたらなと思うんですけど、僕は今シーズンのパフォーマンスを見ればラヤがね、安定していたと思うし、ラムズデールに関してはコンディション不良もねあったりとか、試合に出れてないっていう状況もあるんで、序列をまたここで入れ替えるっていうわけにはさすがにいかないですから、ラヤを残した前提にして控えメンバーをどうしていくかっていうところで、人を加えていければいいのかなと。で、そこで僕がぜひ取ってほしいのがアレックス・メレトです。ナポリを退団することを明言しております、イタリア代表にも選出されるようなゴールキーパーなんですけれども、シュートストップにおいてもキックの精度においても一級品のものをしっかりと備えている選手ですので、もしダヤが怪我をしたりしてもしっかりとそこを埋めてくれるのかなと思います。もしくは彼が取れないっていう状況になれば、アーセナルに戻してくるっていう意味合いを込めて、ファビアンスキーをウェストハムから取ってくるっていうことも悪くはないのかなと思います。はい。では続きまして、最終ラインなんですけれども、ちょっと悩みました。誰をどこに動かそうとか、誰を取ろうとかね、ちょっといろいろ悩んだ結果、僕がぜひしてほしいのがティンバーをですね、右サイドバックのティンバーをサリバの控えとして、完全に役回りをそっちに回しまして、ベンホワイトプラス右サイドバックで人を取ってほしいなと。ただしアーセナルの前線のキャラクターを考えると、サカはね、右で幅を取っても中でプレーをしてもすごくクオリティが高いんですけど、できるだけやっぱり僕はサカにボールを持たせたいので、角度を作った中で幅で仕掛けさせたいと思ってるんで、ベンホワイトとは違うプレーを選択できる、偽センターバックだったりとか後ろでも作ることができる選手がいいかなと思って、ぜひ取ってほしいのが、ルトス・ハレル・ヘールトライダーです。右サイドバックでもいいですし、右のセンターバックでも悪くないですし、ボランチで起用させたとしても、素晴らしいパフォーマンスを提供してくれる若きねオランダ人の選手ですので、金額的にももう本当にびっくりするぐらいのね金額が今ついているわけではないですから、ユーティリティ性をね求めているのであれば、より一層、ヘールトライダーはそこにマッチするのかなと。はい。続いて、左のセンターバックに関しては、マガリアインス
プラス多分まあキビオルをね、まあ、控えとして扱っていくっていうところなのかなと思うんですけど、まあ、ここもちょっとキビオルだけだと若干頼りないとね、感じる方もいらっしゃったと思うので、まあ、人気のねカラフィオリ狙いに行くとかも悪くはないんですけれども、個人的にはセネシもしくは、ダビド・ハンツコあたりを狙いに行ってほしいなと。セネシは現在ボーンマスでプレーしているアルゼンチン代表のセンターバックなんですけれども、まあ、出足も鋭いですし、球際も強いですし、エアバトルも簡単に負けないですし、ビルドアップ能力、遠い距離のパス、長短のパスですね、こういったところも素晴らしいものを提供してくれる選手なので、マガリアインスがすごくこう落ち着いてね、淡々とこう必要なプレー提供して、それがハイクオリティだみたいな選手だと思うんだけれども、彼とはまた違 う, こう表立ってね投手を見せてくれるような選手だと思うので、まあ、こういったキャラクターをね併用して使えるっていうことができればすごくいいと思うし、あとはサイドバック系のところに使ったとしてもセネシはねしっかりと活かされると思うし、生きてくると思うので、金額がねどれだけつくのかちょっとわからないですけれども、ぜひ狙ってほしいなと。でハンツコに関しては、スロバキア代表でプレーしておりまして、アトレティコマドリード行きがねフェイノルトからアトレティコに行くんじゃないかって噂されてる選手なんですけれども、まあ、守備者としても一級品ですし、ビルドアップ能力もしっかりと持っている選手なので、フェイノルトのねディフェンスリーダーとして君臨していた人物なわけですから、まあ、マーガリアンスがいなくなったとしてもそこのねリーダー格としてプレーしてくれるだろうし、チームが火の車状態だったとしてもね、しっかりと怪我なくプレーしてくれる選手だと思うので、彼なんかもありかなと。ただできれば僕はセネシを取ってほしいなと思ってます。はい。そして左のサイドバックなんですけれども、現状だと冨安選手、そしてティアニーとジンチェンコがいると思うんですけれども、ジンチェンコを好きな方もいらっしゃると思うし、冨安選手好きな方もいらっしゃるでしょうし、ティアニーをね戻してきてほしいと思ってる方もいらっしゃると思うんで、ちょっとまあ意見がね分かれるところなのかなと思うんですけれども、僕だったら冨安選手軸で控えはティアニーで回していきたいなと思ってます。ジンチェンコは本当に技術レベルとかすごく高いし、広いところも見れたりする選手なので、本当に、いい選手だと思うんです。戦える選手ですし、ただやっぱり偽サイドバックをやらせるにあたってではそのポジショニングを含めた状況判断が優れているかって問われると、特別めちゃくちゃ優れてるってイメージがなかったりとか、絞りすぎたりとかね、したりする瞬間もあったりとかはするし、単純にそのサイドバックで使われた時の、まあ、守備者としての能力に関してもやっぱり冨安選手ティアニーと比べるとちょっと物足りないところが出てきてしまうんで、アーセナルがね常に主導権握れるような状況であればいいけれども、やはり握れないチームが出てきたりもするし、握れたとしても背後を一発仕留めきるような対戦相手がチームだったりとかすると、その弱点が意図的に狙われてしまってやられるっていうことも想定されるので、ジンチェンコ売却でこの2枚残す形でいいのかなと。そしてアンカーのポジションなんですけれども、まあ、トーマス・ジョルジーニョがいて、まあ、そこにさっきね誰来ますかっていうところだったと思うんですけれども、個人的には、トーマスとジョルジーニョでもう1年僕はやってほしいなと思ってて、まあ、トーマスが若干怪我がちなんでね、また怪我してしまったらじゃあどうすんねんって言われたら確かにねそれは考えておかなければならないところだし、もう待てないっていう方もいらっしゃると思うんでね、仕方ないなと思うところではあるんだけれども、やっぱりトーマス怪我さえなければ本当にいい選手ですし、バランス取れるし状況判断もいいし、フィジカル補強に持ってるわけなので、本当に必要なゲームの時だけトーマスを使ってある程度支配できるゲームだったりとか、隠した相手の時はもうジョルジーニョを使ってうまくそこライスでカバーしていくっていう形を取っていければ賄うことはできるんじゃないかなと。それでもどうしてもやっぱり人取りたいですっていう形なのだとしたら、まあ、スピメンディとかねジョアン・ネベスとか確かにいいんですけれども、アーセナルサポーターっていう気持ちで今回補強を考えてるんで、そこをベースに考えるんだったら僕はやっぱりヒュルマンドかなと思います。スポルティングでプレーしている、まあ、デンマーク人のねアンカーボランチの選手なんですけれども、まあ、彼はアーセナルのサポーターだっていうことを明言しておりますので、アーセナルに加入することになれば当然喜んでくれるし、アーセナルのエンブレムのために自身の持っている強度、守備者としての能力、フィルター役っていうのをいかんなく発揮してくれると思うので、まあ、彼がねそれこそサリバとかマガリアンスの一列前のところにいた時にどれだけね相手がそこに突っかかってくるのが怖いかっていうのを考えればもうとてつもなく怖いですから、すごくいいのではないかな。あとは
正直もうないかなと思うんだけれども、マンチェスターユナイテッドが今ね、狙おうとしているパリのウガルデ、彼なんかもね本当にめちゃくちゃいい選手なので、アーセナルが狙いに行ってもいいのかなと思います。はい、続きましてインサイドですね、現在はウーデゴー、そしてハバーツ、デクラン・ライス、あとはファビオ・ビエイラと、スミスロー、まあこういったタレントがいますと。ハバーツはねワントップもするんですけど、まあインサイドでも使えるというところで、ここで一応枚数的には数えまして、まあ最終的には、5枚抱えていると。でウデゴールはまあこのチームのキャプテンだし、もう絶対出すわけにいかないし、でハバーツは器用だしね、まあ得点はそこまで取れる選手ではないんですけど、まあ器用だしいろんなところで使えるっていうところで、まあアルテタも大事にしているし、そしてライスに関しては、まあ最初はアンカーやらせてたんですけど、やっぱりインサイド気味でね、こう、アンカーのサポートするみたいな役割しさせながら、高い位置でもクオリティ発揮するっていうタスク任せてからは、より一層輝きを増してますし、ウェスタムでもその仕事やってたんでね。はい。なので、まあ彼は絶対必要ですし、で、ビエイラがちょっとね、なかなかフィットしなくて、レンタル動向みたいな話が進んでるみたいなんですけど、僕はもう一年見てあげてほしいし、で、スミスローに関しては、まあ年齢若いしね、まさかとコンビを組んでいく未来を想像されていた方も多いと思うんですけれども、まあ、ウーデゴールとかね、ハバーツ、ライスからポジションを奪うのはやっぱり難しいですし、一度ね、別の環境に身を移して試合環境を恵まれた状況になってから、もう一度アーセナルに戻ってくるっていう決断も僕は悪くないと思うので、まさかと同じタイミングでね、出てきてサカにちょっとこう先行かれてる感じがあって、イングランド代表に選ばれなかったりとかでちょっとこう悔しい気持ちがあると思うんだけれども、今はやっぱりね地に足をつけてしっかりとプレーをするっていうことをね目指していくべきだと思うので、まあレンタルもしくはローンという形で、まあ、売却していくことも、やぶさかではないですし、まあそうなったとしてもですね、インサイドにはしっかりと人材がいるので、まあ不必要に人を取るっていうことを行う必要はないのかなと思います。そして、右のサイドに関しては、まあ、サカがね、まあ、絶対的な主力としているので、まあ、彼の控えとしてっていうところなんですけど、僕がぜひ取ってほしいのはニャブリです、バイエルミュンヘンでプレーしておりますドイツ代表のニャブリです。現在、行われているユーロのドイツ代表には選出されていないし、まあ、ここ最近はちょっとコンディション不良とかもあってね、難しい状況ではあるんですけれども、アーセナルを去って以降も常にアーセナルのことを追っているみたいですし、アーセナルが常に、まあ、心にあるみたいですので、まあ、彼自身もすぐにスタメンを確保できる状況ではなかったりとか、控えからスタートするだろうなっていうところをある程度認識した中でね、クオリティを発揮しながらアーセナルを手助けしていくっていうことをしてくれると思うので、それこそ本当にコンディションが整っている時のニャブリは本当にすごいので、武器の数が本当にね多い選手なので、ドイツ版のマネみたいな選手なんで、まあ、サカとはね、また違うクオリティを発揮できるし、サカとしっかりと競争できるレベルの選手を抱えるっていうことを考えても、今はね、やはりコンディション不良があったりとか、ちょっと年俸高いところがあったりとかで、ネックなところはあるかもしれないんですけれども、やはりネトを取りに行くとか、あとはバカよく取りに行くっていうことを考えると、まあ、彼らの方が年齢は若いんでね、いいかなと思うんだけれども、やはりサカと近い年齢になってしまうと、まあ、どちらか一方が試合に出れなくなってしまうと不満分子になってしまう可能性があったりもするし、違うクラブを選んでいくっていう可能性もあるし、その分お金もかかったりすると。だけど逆にニャブリの場合はもうバイエルンが人材整理をしたいっていうことをある程度ね、まあ、明言しているわけではないんですけど、まあ、スカットの層を見たらもうあからさまにしたいことは丸分かりなんで、金額的には安く買い叩けるでしょうし、買い取るっていうこともできるでしょうし、ニャブリもやはり自身が今どういった状況かっていうのを分かってるんで、減俸を受け入れてくれる可能性も十分あるんじゃないかなと思うので、彼を獲得するっていうことは悪くないのかなと思います。もちろんこれはあくまで僕の意見なので、まあ、ネトを取りたいとか、バカ横取りたいとか、まあ、パイシャンを取りたいとかね、まあ、他にもいっぱいいると思うけれども、まあそういった選手を取りに行きたいっていうね気持ちもわからなくはないんですけど、ニャブリのアーセナル復帰は少しこうロマンをね、感じるかなと思って、選ばせていただきました。そして左サイドに関してですけれども、ガブリエル・マルティネッリとそしてトロサールが、います。まあトロサールはね真ん中でもできるんですけど、なので基本的には左に関しては取る必要はないかなと思います。マルティネッリが退団するとか、トロサールが退団するっていうことになるのであれば、人を取るべきだとは思いますけど、
両者ともね違う個性持ってる選手ですし、うまくゲームに関われる能力持ってる選手たちばかりなので、どうしてもねサカとかがね、やっぱり注目されるし彼が大活躍するんでマルティネリはどうなんだとかね比較されたりすることはあるかもしれないけれども、マルティネリは本当にね守備への貢献も高いですし、必要なランニングもちゃんと提供してくれる選手ですので、めちゃくちゃいい選手だとね僕は思ってるんで残しておくべきだと思うし、トロサールもちゃんとそこねフィットできるし、スーパーサブとしても機能するっていうね、得点も取れるっていう選手はやっぱり大事にしておくべきだと思うので左は必要ないかなと。はい。そして、センターフォワードに関しては、まあ、先ほどね、名前も出しましたが、やはり僕はオシムヘン、彼を取りに行くべきじゃないかなと思ってます。金額的には200億近いお金はかかってしまうかもしれないんですけれども、やはりこのレベルのセンターフォワードが市場に出てくるっていうことはやはりなかなかないですし、そのお金を支払うだけの、まあ、価値がある選手だっていうのをもうナポリでしっかりと証明をしたと。で特にアーセナルの場合は来シーズン 2425 シーズンにプレミアリーグのタイトルを目指していくっていうことを行っていく、それを実現していくっていうことを目標から実現に変えていくのであれば、やはりそういった武骨なね強さっていうところもペナルティエリア付近でのもう強烈な強さっていうのもちゃんと抱えておく必要が絶対にあると思うので、実際今シーズンのアーセナルもそうだし、昨シーズンのアーセナルもそうだし、まあ、それ以前のアーセナルもそうなんだけれども、最前線に高さがないから単純にボールを放り込んだ中での得点力ってそこまでないじゃないですか。こと細かくつないで連携で崩して裏取れたりとか、ポケット使えてマイナスに対して合わせたりとかで、うまく左右に振りながら崩していくっていう術は持ってるんですけれども、幅自体に関してはやはりシティほどそういった武骨な強さっていうところを使ったりはできていないのは、今までのシーズンを見ても、まあからさまに現象として起きていたところなので、そこにちゃんとピンポイントで人を加えていくんだったら、まあギケレスとかね、まあ、シェシコだったりとか、まあギラシだったり、そういったタレントを取るっていうこともね全然悪くないし、まあギラシだったら全然いいかなと思うんだけれども、やはりオシムヘンのような完成されたセンターフォワード、それこそナポリからも退団したいと言っているねようなものですから、今のオシムヘンってだったら狙いに行くべきじゃないかなと思います。それこそやっぱりセンターフォワードを求めてるチームって今そこまで多くないじゃないですか。まあマンチェスターユナイテッドもセンターフォワード求めてたりとか、チェルシーも求めていたりっていうところだと思うんだけれども、この、普段だったらお金使える両クラブがこぞってやっぱりお金使えない状況なわけですから、今一本釣りできるわけなんですよ、オシムヘンをね。だったら僕はそこを狙って加えてくれたら、アーセナルはプレミアリーグ優勝により大きく一歩前進するのではないかなと思います。はい。ということで、以上が、私松が個人的に、獲得してほしい選手たち、そしてそのスカットになります。ぜひ皆さんもですね、それぞれが望む補強方針と人材っていうところを選んで、アーセナルの来シーズン考えてみてもらえたらなと思います。噂の選手たちをベースに考えていくことでもいいですし、僕と同じように、少し違うキャラクターをね狙っていくっていう方針を取ったとしてもいいと思うので、どしどし考えてみてもらって、私の YouTube のコメント欄だったりとか、私の X のコメントの方に送っていただけたらなと思います。はい。ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。で最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。